行こう。ここは私たちが。させるものか。負けないよ。絶対に。行くんだ。君たちにならできる。これが最後の戦いだね。さあ、僕とエンゲージしてくれ。行こう。奥にいる敵を倒せばこの戦いは終わる。僕たちならできるさ。皆が切り開いた道を無駄にはしない。来たか。我が終わらせてやろう。ここがお前の墓場となるのだ。敵に近づこう。僕も共に行くよ。よし。紋章師の力をもってしてもこの我は倒せん。敵はもう近くにいる。攻撃を仕掛けよう。ここで滅びる定め。指輪は全て我のものだ。準備はできている。さあ、僕とエンゲージしてくれ。倒れるわけには。今こそ心を一つに。エンブレムエンゲージ。君との強いつながりを感じる。今なら強力な一撃を放てるはずだ。行こう。みんな見ていてください。脆弱なお前などにこの我は滅ぼせぬ。ありがとう。君のおかげで世界は救われた。僕の役目はここでおしまいだよ。けれど僕はずっと君のそばにいる。あの日のように隣に立つ日を待っている。もしもいつかまた会える時が来たら思い出してくれ、僕のことを。君と共に戦った12のエンブレムのことを。まったく、二人とも騒々しい。お目覚めになったなどそのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。ああ、その目が開かれている玉眼を私の代で拝見する栄誉を賜れるなど。あなたは。申し訳ございません。つい取り乱してしまいまして。私は第32代目となる竜の守人、名をバンドレと申します。バンドレさん。なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。ねえバンドレさん、本当に神竜様起きてたでしょ。僕たち嘘なんかついてないよ。あなたたちはさっきの。あ、はい、すみません。先ほどは驚きのあまり自己紹介もせず。僕は第33代竜の守人クランです。どうぞお見知りおきを。同じく第33代竜の守人フランです。クランの双子の妹なんですよ。あなた様がお目覚めになるのをずーっとじーっとお待ちしておりました。我々竜の守人はあなた様の守護者。古の時代より代替わりを続けながら、あなた様がお目覚めになる時をお待ちしていたのです。いやはや本当に驚きました。何せ初代竜の守人の時代より実に1000年もの時が経っているのですから。1000年。私は1000年の間眠っていたのですか。はい、母君神竜王ルミエル様もこの時を待ちわびておられました。神竜の王族たるあなた様の目覚めはこの世界にとって大きな知らせとなるでしょう。待ってください。神竜王ルミエル、それが私の母なのですか。それに神竜の王族って私が。神竜様、もしやご自分のことを覚えていらっしゃらないのですか。名は覚えています。でもそれ以外のことは何も。それって記憶喪失ってやつでは。もしかして眠り続けた弊害なのでしょうか。私は一体。大丈夫です。きっとお目覚めになったばかりでまだ混乱していらっしゃるのですよ。よろしいですか。あなた様は神竜、この世界で神と崇められる竜の王族です。そしてあなた様の母君は聖地リトスを滑る神竜王ルミエル様。1000年前に起きた戦争で悪の元凶たる邪竜を封印した偉大なお方。あなた様はその神竜王ルミエル様のたった一人の巫女なのです。戦争、邪竜、何か思い出しそうなのに頭にもやがかかっているようです。無理をなさることはございません。きっとすぐに思い出されます。何せあなた様は神と言い伝えられし尊きお方。高貴で優しく武勇に優れ、どのような敵にも恐れず勇敢に立ち向かったと聞き及んでおります。そんなにですか。噂に尾ひれがついてません？ひとまずリトスの王城に参りませんか。ルミエル様に元気なお姿をお見せせねば。会ってお話をすれば何か思い出すこともございましょう。わかりました。そうと決まれば早速出発ですね。リトスの神竜王城へ。さっきまでいた場所は空の上にあったんですね。神竜様が眠っていらした場所は利休ソラネル、御身の安全を確かにするために浮遊島の上に作ったと聞き及んでおります。最も堅牢な空の要塞と呼ばれており、認められた者以外の侵入を許しません。空の要塞、皆さんもずっとそこに？はい、私たち竜の守り人は神竜様の守護とソラネルの管理が主なお仕事なので、ちなみにソラネルは選ばれた人間しか入れない聖地の中の聖地だとも言われてるんですよ。各国の王族様方が神竜様に会いに来られることもあります。特に敬虔な神竜信仰であるフィレネ王国の王子様と王女様はよくお越しになりますよ。こう拝んで見つめて眠る神竜様に話しかけて帰るって感じです。なるほど、いろいろ教えてくれてありがとうございます。クラン、フラン。神に名前を呼ばれました。その上お礼を言われちゃいました。感激すぎてそっとしそうです。むしろもうそっとしています。お前たち神竜様の御前だぞ。まったく誇り高き竜の守り人として恥じぬ振る舞いをしろといつも言っているというのに。神竜様、ご無礼をお許しください。無礼だなんて、賑やかで楽しいです。さすが神竜様、お心が海より広い。あ、王城が見えてきましたよ。あれが神竜王城、神竜王のいる場所ですか。1000年ぶりのご帰還ですな。お城までエスコートさせてください。お手をどうぞ。ありがとうございます。あれ、私の手に指輪が。眠る前からつけていたものでしょうか。この青い石、何かを思い出しそうな。何ですかこいつらは。バンドレ、リトスの地にはこんな化け物が。いいえ、初めて見ます。平和なリトスにこのような化け物が現れるなど聞いたこともありません。そうですか。では戦われますか。さすがは神竜様、お噂にたがわず勇敢で。いいえ、逃げましょう。相手の正体がわからないのであれば立ち向かうのは得策ではありません。それになんだか嫌な感じがするんです。さあ早く。いや、しかし神竜様のご命令であれば従うべきか。では神竜様を先に。ここは僕たちが引きつけます。ダメだ、お前たち前に出過ぎるな。あ、武器が囲まれちゃいました。フラン、フラン、待っていろ、今助けに向かう。バンドレ、神竜様、危険です、お下がりください。二人は私を守ろうとして襲われたんです。下がっているわけにはいきません。逃げるといったこと撤回します。どうか共に戦わせてくれませんか。わかりました。どうかご無理はなさらぬように。ありがとうございます。なぜこのような化け物がリトスの地に。奴らは危険です。茂みに身を隠して進軍いたしましょう。やってみせます。やっ危険だ。王城に向かって逃げろ。敵もなかなかに手だれですな。神龍様、もしお怪我をされましたら傷薬をお使いください。あなた様の武器です。はあ、32代目の誇りだ。フラは僕が守る。お前なんか怖くないぞ。新手が来ましたぞ。そんな、これでは間に合いません。守られるばかりで何もできないなんて。私がみんなを守れれば、もっと私に力があれば。思い出してくれ。今誰かが私を。これは僕が君の力に。この声は。もしもいつかまた会える時が来たら思い出してくれ、僕のことを。君と共に戦った12のエンブレムのことを。神龍様いけませぬ。あなた様お一人では。大丈夫です、バンドレ。一人じゃありません。お願いです、私に力を貸してください。輝け、始まりのエンブレム。僕の名はマルス。エンブレムマルスだ。すみません。僕たちが前に出過ぎたせいで。そんな、謝るのは私の方です。2人とも私を守ろうとしてくれたのでしょ。危ない目に遭わせてごめんなさい。無事でいてくれて本当によかった。神竜様、また奴らの気配が。倒したはずなのに。奴ら仲間を呼んだようですな。まずいですぞ。これでは倒してもキリがありません。まだこんなに。今度は竜まで。ついに目覚めたのね。本当にあなたなのね。はい、助けてくださりありがとうございました。会いたかった。あなたが目覚めた気配がして早く会いたくて飛んできたの。どこも痛いところはない？体が動かしにくいだとかは？大丈夫です。よかった。母さん、ずっとあなたに会いたかったのよ。あなたが母親？どうしたの？まさかあなた。ルミエル様、実はお目覚めになられた時からご自分のお名前以外の記憶がないのです。そういうことなのね。ごめんなさい。あなたにとっては我が子との再会なのに。私こそ気づけなくてごめんなさい。嬉しくてつい全力で抱きしめてしまったわ。そう、全て忘れてしまっているのね。ずっと眠っていたのだから仕方ないわ。1000年もの間ずっと。バンドレから聞きました。私は1000年前の戦以来眠っていたと。戦いの中で負った深い傷のせいよ。そのせいであなたは。深い傷？やはり思い出せません。この世界のことも何も。大丈夫よ。あなたが忘れたことは私が教えるわ。何も覚えていなくても生きていてくれればいい。あなたが私の子だということに変わりはないのだもの。はい。暗い顔しないで。私はあなたと言葉を交わせるだけで十分幸せよ。ねえ、その瞳、とっても綺麗な色ね。ありがとう。すごい、すごい。さあ、王城へ行きましょう。私の背に乗って。ここはエレオス大陸。4つの王国と1つの聖地からなる世界。豊穣のフィレネ、武力のブロディア、英知のイルシオン、自由のソルム、神竜の住む聖地リトス、そして今は滅びた邪竜の地グラドロン。1000年前、この世界で邪竜との戦争が起きました。私たちは異界の英雄エンブレムに力を借り、各国の戦士と共に一丸となって戦い、長きにわたる戦いの末、邪竜の封印に成功しました。しかし時が経つにつれ封印の力は弱まり、ついに邪竜復活の兆しが見え始めたのです。もしも本当に復活してしまったのなら、私たちはもう一度戦わなくてはなりません。邪竜ソンブルと